私、スワン島ナオは、我々スイマス島は、皆さんにとっての、国民の皆さんに問いたい、望まない煙を、タバコを吸う人が嫌いですか、迷惑ですよね。答えはノーではないでしょう。なくしたい、なくしちゃいけない。俺らで守ろう、吸える場所、マナー守りましょうと提案、タバコが吸えない世の中は勘弁、迷惑なんですけどかなり、マナー守ってよ愛煙家、俺らで守ろう、吸える場所。まもなくスワン島のオンライン街頭演説を始めます。大丈夫でしょうか、皆さん聞こえてますでしょうか。ありがとうございます。皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。タバコは吸わん、スワン島のナオでございます。始まった。ありがとうございます。始まったの。今日は私がどのような経緯で考え方でスワン島を立ち上げたのか、皆さんにお伝えしたいと思います。おじさんです、はい、ありがとうございます。元気にありがとうございます。めんこいね。初めまして。すごいね。皆様初めまして、ありがとうございます。本当に生きた人が喋ってるの。はい、今生きてる人。はい、生きております。キャラクターとかじゃなくて。はいはい。ああ、すごいね、はい、今の、はい、最近の文化はすごい。本当ですね。はい、それでは本当に喋ってるんだ。いいですかね。おじさんです。それでは、はいはいはい、なおちゃんですか。はい、私の考え方の方をお伝えしたいと思います。うちの母さんにこれ見られたら怒られる。そうなんですね。なおちゃん姉さん、デリデリス、はい、それでは内緒だよ。うちの子さんに言わないでよ。はい、それでは、うん、ね、お伝えしていきたいと思います。はい、お父さん、ちょっといいですか。はい、ちょっといいですか。何でも聞いてください。あのですね、少し私、うん、今から話させていただきますので。いいよ。はい、俺はチグの得意だ。いいですか、うん。ありがとうございます。チグのうまいなって。はい、よしこさんだば、まあ、チグのうまいって。そうなんですね。よく喋られる。ありがとうございます。はい、それではお伝えしていきたいと思います。俺は喧嘩が収まるっていうこともよく聞くんだ。お父さん、話します。いいですか。いきますよ。話して何でも聞くよ。はい、ありがとうございます。人生の先輩としてやっぱりなおちゃんの助けになりたいと俺は思ってる。そうです。うん、お父さん、うん、お父さん、うん、少しお静かにいいですか。あ、お静かに願います。あ、はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、勇気がある。やっぱ年上の人を怒るっていうのは非常に大事だ。俺はもうできなかったよ、若い頃は。そうなんです。あ、失礼します、うん。上の人に対してこう、はい、意見が言えないことをさ、はい、今になって後悔することが結構ある。うん、だからありますよね、いろいろ。すごく大事だと思う、はい、人生というのは本当にいろいろあります。うん、年齢なんか関係ない。はい、それでは私、皆さんにお伝えしていきたいと思います。よくないと思って言わなきゃいけない時が来る。そうですね。はい、では、スワン島、はい、今から説明していきたいと思います。なんて言ったの今。なんて言ったの。スワン島というか、キューポーズというか。はい。それではお伝えしていきたいと思います。三温島、この度ですね、タバコを吸わん、うずは白い砂糖じゃないの、あの黒いさ、あの砂糖がやっぱ三温島いいな、うん、はい、なおちゃんどっち砂糖は、白い砂糖を入れる。そうです、私白い砂糖を使っております。白い砂糖じゃ、はい、じゃあ今日から三温島ってくれ、はい、ありがとうございます。いいな、俺ちょっと見てくれ、母さんやってみよう。母さんこういうの好きでさ、皆様、今からお話ししますので、はい、今からお話しします。他の人もいるの？お父さん、お父さん、ちょっと静かにしてくださいね。今からお話しさせていただきます。寂しいな、なんか、お父さん、お父さん、ちょっと静かにしてください。俺、なおちゃんの喋りたくてさ、来たのに。へってってるんですね。なんかいろんな人相手にしてると思って。少しお父さん、静かにできますか？少し静かに。お父さん、はい、静かにしてください。何？お父さん、静かにしてください。大事だよ。話しますから、私が話しますから静かにしてください。うんうん、はい、大事、大事ですね。はい、静かにしてください。はい、それではですね、話さし、あ、ちょっと、飲むかい？お父さん、お酒飲むかい？お父さん、お父さん飲んでください。はい、全然大丈夫です。私は結構です。お父さん、どっちが好き？何飲むの普段？お父さん、はい、お父さん、嬉しい、なんか。お父さんって言われるもなんか、そういう意味じゃないですよ、お父さん。静か、よしひこさんって、よしひこさんって呼んでください。よしひこさんって。よしひこさんって呼んでくれた方が嬉しいです。お父さん。よしひこ、なおちゃん。なおちゃん。よしひこさんって言ってくれた。うん。お酒どっち？うん？あ、ごめん。ちょっと、母さん風呂に入るからさ。背中流さなきゃダメだ。ありがとうね。うん。よしひこさん。ありがとうございました。
私は望まない煙をなくしたい。喫煙所ってそのための場所だってことが分かったんです。望まない煙を避けるためにも喫煙所は重要。スワン島。スモーカーよ、ちゃんとタバコのマナーを守ろう。そうすれば望まない煙が減って俺たちの吸える場所が守れるから。望まない煙を減らすためにも喫煙所を。スイマス島。まもなくスイマス島のオンライン街頭演説を始めます。これあー、つながった。皆様本日はお集まりいただきありがとうございます。イエーイ。スイマス島長谷川忍でございます。忍ちゃん私がどんな考えで、この党を立ち上げたのか今日は皆さんに伝えられたらなと思い、集まっていただきました。ありがとうございます。いいぞ長谷川、メガネが似合ってるぞ。すいません、どなたかはうってらっしゃいますけども。はうってる、はい、同じ場所でリモート繋いでませんか、これね。声があれして、まああなたたちでしょうね、どう見てもね。これどうすればいいの。ミュートにしてください。あ、ミュートに。あ、ミュート、はいはい、ごめんなさいね。なりました。はい、はい、こっちもミュート。そっちはミュートしなくてもいいんですよ、片方だけでいいですから、片方をミュートしていただければそれでいいんですけども、まずはですね、私がどんな考え。長谷川さん、この何ですか、すごい角度で入ってきた。んこの度は、はい、このような場を設けていただき誠に、うん、ありがとうございます。ちょっと硬いですね、その世界観も強いですし。何ですかそこは。今世界は。今世界の話します。重大な危機に瀕しております。もちろん分かってますよ、それはもちろん分かってます。私たちはこの魔法人そして水晶の力を使いて、人類そして地球に何ができるか日夜探り活動しております。本当ですか。つきましてはこちらの水晶。水晶、はい、長谷川様にもぜひ、はい、あ、大丈夫、結構です。あのちょっと お時間ねかかりそうなんで、その話長いんでしたら一旦あの後で聞きますんで、今待っていただいてよろしいですか。はい、ね、かしこまりました。はい、待ってはくれるんですね、ありがとうございます。よかったです。改めまして私がですね、このスイマス島をですね、ハワイ、ハワイ、ハロー、とハワイが好きな方がいらっしゃるんですね。ハワイの日差しが眩しい。そんなハワイが好きな方に聞いていただきたいんですけども。あ、日焼け止めクリーム塗らなきゃ。何ですか、何言ってるんですか。背景、熱い浜辺に冷たいカクテルは最高だね。熱い浜辺になんか冷たい何か飲んでるんですか。はい、あ、ワイキキビーチの浜辺ってどうしてこんな白いのかな。うん、ちょっと大きな独り言をずっと言ってるな。申し訳ございませんけども。ダイヤモンドヘッドにでも行くかな。ベタなとこ行かれますね、意外と。はい、その前に美味しいお店を、美味しいお店は事前に調べますよ、ハワイに行くんでしたら。アサイーボール、ちょっと見えちゃって、見えちゃってますよ、ハワイの方、ね、後ろがものすごいリアルな世界が。だね、現実はね、なかなか難しいもんですね。わかりました、わかりました。なんで同じ空間にいる人が同じパソコンを横に見に来るのかな。うん、それ動くの無駄ですけども。申し訳ございません、改めまして、私の考え皆様に。どうした今度は、うん、誰ですか、どなたですか。画面が暗い方じゃないですか。ワンちゃんがすごくたくさんのワンちゃんが、はい、いいね、うん、大丈夫かな。いいね、ね、ね、ハウスしてほしい。ワンちゃん、これ飼い主の方いませんね、これね。ワンちゃん同士もちょっと喧嘩してるぐらいの、ね、お腹空いてるのかな。うん、お腹空いてが、ね、ワンちゃんちょっと私が今からね話したいから聞いていただけたらいいなと。ワンちゃん大丈夫かな。ああ、よかった。あ、よかったです。ワンちゃんの方も一旦落ち着いたみたいですので、改めて、私の実現したいことをここで発表させていただきます。私が実現したいのはこの2本。おい、おい、長谷川さん。しのぶちゃん止まってるよ、聞こえないよ、フリーズしてるって、ね、というのがまあ私の考えであります。いや、だから聞こえなかったから肝心なとこ。聞こえてない。いや、止まってたから、今フリーズしてた。いやいやいや、フリーズ。ちょっとそこの魔法人のカップルがなんか変な呪いかけたでしょ。なんかやってんだ、ずっと。ちょっとそれでフリーズしたんでしょ、ちょっと。え、もう一回やりますんで、もちろんでございます。皆様に聞いていただきたいので、ちょっとそれをね今設定し直しますので、はいはい、これはあのね、うん、隣の部屋の家の方の Wi-Fi 拾っちゃってましたね、これね、申し訳ないですね。
これで設定 OK だと思いますんで、動くな、スナックの手話動くな、右から左へと、ちょっと待ってください。はい、これで大丈夫です。大変失礼いたしました。私が実現したいことはですね、この日本において、この蓋開かない、蓋が開かないじゃない、今やってるからね、ちょっとお願いします。これないと美味しくできないじゃん。美味しくはできるよ。ちょっと来て。努力で何とでもなる。いけない今はね、演説をしてるんだからね、じゃないよ。行って行って、いや行って行かないです。私行ってあげて。ないじゃない今やってるんだから。呼ばれて、もう作るのやめるよ。いやいや、なんで作るのやめないでしょう。だってこの早く来て。早くは行かない、今演説をしてるんだから。喧嘩ダメー。説明したくても分かんないで、やめない。何やめる。捨てるよ。捨てないダメだよ。捨てたら捨てるから。さっきのワンちゃんやめないよ。ちょっと分かりました。こっちの問題ですから。でなんかずっと変な呪いかけてませんか、そこの魔法陣のカップル。やめてください。もうやめるよ。いや行くから。ちょっと皆さん、待っててください。すぐ戻りますので。一瞬です、一瞬です。本当に、なんか俺も腹減ったな。おでん作ったの食べる。食べるに決まってんだよ。ちょっと待って。大変お待たせして、あれ他、あれ結構人が減ってるな。どちら行かれるんですか。聞いていただきたい。タバコを吸ってきます。あ、タバコを。ああそうですか。フリーズしたのあのカップルのせいじゃねえのか。ハワイのおじさんもいないし、もこのタイミングならワンちゃん泣いてもらっても大丈夫だけど、泣かないとね。泣かない、ここでは空気読めちゃうんだ。じゃあ私もタバコ吸ってきます。これよりスワン島の政見放送を始めます。お話はスワン島党首ナオさんです。私スワン島ナオは国民の皆さんにお伝えします。皆さんにとっての望まない煙をこの社会からなくしたい。人混みで歩きタバコしてる人がいると匂いや煙が気になるし、吸わない方からすると迷惑ですよね。こちらをご覧ください。実に吸わない人の多くがマナー違反による望まない煙は良くないと答えています。ここでこんなデータもご覧ください。歩きタバコなどのマナー違反による望まない煙を減らすにはある程度喫煙所は有効という意見が多く見られます。そして吸っても良い場所でマナーを守っているのであればタバコを吸っても構わないという意見が多く見られます。ここでスモーカーの皆さんに一つだけ誤解をしないでいただきたい。私はタバコを吸うなとかタバコを吸っている人が悪いとか言っていません。望まない煙や匂いが嫌だと言っているんです。マナーを守ってくれればそれでいいんです。私はマナーを守らないことによってこの日本に望まない煙を生んでいる人に対してマナーを守りましょうと提案しているんです。ということでお願いします。マナー守りましょうと提案。マナー守らないの良くないじゃん。マナー守りましょうと提案。マナー守らないの良くないじゃん。どこでもぷかぷか吹きだまり、望まない煙好きじゃない、外れた常識振りかざし、迷惑なんですけどかなり、別にタバコを吸うのは構わない、マナーの違反がバカバカしい、思うよ爪がまだ甘い、なくしたい望まない煙だから大きな声で叫ぼう、マナー守ってよ愛煙家、当然よじゃなきゃ超炎上、これは吸いますとへの挑戦状、マナー守りましょうと提案、マナー守らないの良くないじゃん、マナー守りましょうと提案、マナー守らない
ということで、私スワンとナオのマニフェストは、なくしたい望まない煙です。皆さんの力でスイマス島を倒しましょう。これよりスイマス島の政見放送を始めます。お話はスイマス島党首長谷川忍さんと副党首スイマスミさんです。我々スイマス党は国民の皆さんに問いたい。タバコを吸う人が嫌いですか？答えはノーではないでしょうか。なぜ私がそう言い切れるのか、そういった内容を我々がご説明いたします。短い時間ではございますが、ほんの少しの間我々の声に耳を傾けていただきたいと思っております。早速ですが、こちらのデータをご覧ください。実に吸わない人の多くがマナー違反による望まない煙は良くないと答えていますが、さらにこちらのデータをご覧ください。このデータによると、歩きタバコなどのマナー違反による望まない煙を減らすには、ある程度喫煙所は有効という意見が多く見られます。吸っても良い場所でマナーを守っているのであれば、タバコを吸っても構わないという意見が多く見られます。ということで、私の考えはこちら。マナーを守りましょう。もちろん皆さんちゃんとルールを守って吸っていると信じていますよ。でも一人でもルール破りのスモーカーが出ると、それこそどんどんスモーカーが嫌われ、どんどん肩身の狭い思いをしなければならなくなります。愛煙家の皆さん全員がマナーを守れば、タバコを吸わない方々に嫌がられることも減らせるはずです。なので皆さん一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ということでお願いします。イエー、スイマスとレペゼン。イエーイエーイエー。ああ、なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所。なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所。タバコが吸えない世の中は勘弁。オールスモーカーズ、またの名をマイメン。煙たがられている俺たちならなおさら守らなくちゃだな。マナー、吸いたい気持ちわかる人一倍、歩きタバコ迷惑人にしない。人間性まえ無理、言われないため減らす望まない煙。スワン島に分からせよう、勘違いだけじゃすげえうざそう。でもこのままなら増えるだろう、だから守ろう。マナーと吸える場所、なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所。なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所。みんなで吸える場所を守りましょう。吸える場所、yeah、 あの居場所、吸える場所。ということで、スイマスと長谷川忍のマニフェストは、日本の吸える場所なくしちゃいけないです。一緒に望まない煙を減らせるように取り組んでいきましょう。そしてスワン島を倒しましょう。私スワン島ナオは、我々スイマス島は、皆さんにとっての、国民の皆さんに問いたい。望まない煙を、タバコを吸う人が嫌いですか？迷惑ですよね。答えはノーではないでしょう。なくしたい。なくしちゃいけない。俺らで守ろう吸える場所、マナー守りましょうと提案。タバコが吸えない世の中は勘弁。迷惑なんですけどかなり、マナー守ってよ愛煙家。俺らで守ろう吸える場所。おはようございます。おはようございます。皆さんにとっての望まない煙をこの社会からなくしたい。人混みで歩きタバコしている人がいると、はい、ではなぜ望まない煙を上げるのか。はい、ということでお願いします。そう
はい、ラップ入る前に。チャイナで。イエーイ。人混みで歩きたばく。はい、カット。はい、カット。私、スワントーナオは国民の皆さんにお伝えします。マナーを守ってくれればいいんです。イエーオンオンイエーイエー。マナー守りましょうと提案。外れた常識振りかざし、迷惑なんですけどかなり、別にタバコを吸うのは構わない。だから大きな声で叫ぼ、マナー守ってよ愛煙家。マナー守らないのよくないじゃん。イエーということで、私スワンとナオのマニフェストはなくしたい望まない煙です。やったやった。素晴らしい。ではこのシーン終わりになります。はい、まあ、そうですね、はい、余計ちょっとなんかこうやってもらって。はい、我々愛煙家は最近肩身の狭い思いをしています。吸っても良い場所でマナーを守っているのであればタバコを吸っても構わないという。喫煙所でタバコを吸うなどマナーを守ればタバコを吸ってもいい。なので皆さん一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。イエーイエー。なくしちゃいけないあの居場所、みんなで吸える場所を守りましょう。ということで、スイマスと長谷川氏のマニフェストは、日本の吸える場所をなくしちゃいけない。なんか吸う出すけど、入れちゃっていいみたいな。カメラの前の、これはマナー違反による望まない煙は良くないと思っている人に関するデータです。望まない煙や匂いが嫌だと言われているのです。愛煙家の皆さん全員がマナーを守れば、タバコを吸わない方々に嫌がられることも減らせるはずです。スイマスとレペゼン、イエーイエー。なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所。煙たがられている俺たちならなおさら守らなくちゃだなマナー。俺らで守ろう吸える場所、みんなで吸える場所を守りましょう。日本の吸える場所なくしちゃいけないスワン島を倒しましょう。はい、カット。はい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 、はい。That's all I'm talking about.